支援セミナーということで、弥生会計の使い方についてご説明をさせていただくセミナーとなりますので、弥生会計をですね、お使い、ご活用いただくことによってですね、お客様の経理の、合理化といいますか、そういったところでお役立ちができればというふうに思っておりますので、もともとはですね、2011年からですね、弊社の方で被災された方々に弊社のソフトの提供をしてたんですけども、ソフトの提供する中でお客様から使い方を教えてほしいという、そういうニーズがあってですね、それにお答えするために、使い方セミナーを開催したという経緯があります。で、2013年は、岩手県のみの開催だったんですけども、やはり宮城のお客様からもですね、宮城で、セミナーをやってほしいという声をですね、直接的もしくは間接的にいただいてた部分がありまして、弥生としてはもちろん宮城でもっていう思いはずっとあったんですけども、岩手の方で継続する中で、岩手で開催しやすい環境になったっていうところを受けて、新しく今年から宮城の方でもっていうふうにはなった次第ですね。今こちらの、会社データは期首日が25年の10月1日になってますので、期間は10月今これ10月を選択している状態です、はい、で皆さんに先ほど打っていただいた繰り越し金額っていうのがこちらでのですね、やはり割合でいくと既存事業所の方が多い形になると思うんですけども、ただそうは言っても宮城においてはおそらく2割もしくは3割ぐらいの方がですね、ここ数年内に起業したばかりという方がいらっしゃるような、そういう形にはなっていると思います。例えば岩手の場合ですと、事業再開するにあたって事業計画というのが必要になりますけども、そういった部分のお手伝いですとか講義をしてほしいっていう、ニーズがあったり、片や宮城の方に行きますと、起業したばかりの方が割合多くてですね、そもそも会計とは経理とはっていうですね、そういった基礎知識を教えてほしいというニーズがあったりというところで、その土地土地でですね、それぞれのニーズがあるのかなっていうふうには思ってます。時間の経過とともにいろいろその悩み事とか、そういった部分が変わってきている部分がありますので、ぜひですね、そういったお困りごとをですね、八重の方にいろいろ教えていただきたいなというふうには思いますね。少しのお客様のお役立ちができるような、そういう活動にしていきたいというふうに思ってますので、これからもいろんな方とお話をさせていただきながら、いろんな声を拾わせていただきたいというふうに思ってます。